フランク・マコーミックは、主に1940年代に活躍したアメリカメジャーリーグの野球選手。主なポジションは一類種。ニューヨーク生まれ。右投げ右打ち。ニックネームはバック。レッツがワールドシリーズを制した1940年のナショナルリーグ最優秀選手で、オールスターゲームにも9度選出された。1934年にシンシナティレッツからメジャーに、 デビューし12試合に出場したが、翌年から2年間は、メジャーリーグには出場できなかった。1937年に24試合に出場して、打率、325を記録し、小一塁手となったのは1938年シーズンからで、ある。この年初めてフル出場し、リーグ最多の209安打と打率、327を記録、リーグ MVP 候補に名を連ねた。 翌1939年には打撃成績をさらに上げ、打率332リーグ最多の128打点と209安打を記録し、レッツのリーグ優勝に貢献する活躍を見せた。この年のワールドシリーズには敗退するが、翌1940年にも3年連続のリーグ最多安打と127打点を叩き出し、マコーミックは リーグ最優秀選選手に選出されるレッツはナショナルリーグ鬼連覇、ワールドシリーズも静止1年前の雪辱を果たした。レッツには1945年まで在籍し、毎年3割前後の打率を残し続けたが、同年オフにフィリーズに金銭で移籍した。また1945年から1946年にかけては一類手としての連続試合無失策記録も、 打ち立てている。その後1948年までブレーブスに在籍し、引退した。1982年にロングアイランドで死去。1958年にシンシナティレッツの球団伝道入り選手の一人となっている。ありがとうございます。